私、目つきが悪いから、よく人から誤解されます。どんな風に誤解を受けるかというと、おや、あれはうちのクラスの三玉真由さんですね。ピンポンダッシュ。こらお前か、いつもいたずらしてるのは。分かっているよ、君がやったんじゃないだろう。え、こんな目つきの悪い人間がまさか本当に悪さをするわけないじゃないか。え、ああ分かってる、皆まで言うな。そうやっていつも誤解を受けてきたんだろう。でも私は見た目で人を判断しない。何ですかそれは。そう、いつも私はこんな風に誤解されるんです。ふう、さてはお前か。何をするんですか。この子じゃなかったらお前の仕業だろうが。そうか、これは証拠過多ですね。人はあまりにそのまんますぎると逆に信じないと言いますからね。加害妄想ならぬ加害者じゃない妄想。明らかにカツラなのにあまりに分かりすぎるので逆に地毛なんじゃないかと思われたり、あまりに泥棒っぽい人が泥棒っぽいことをしてると逆に泥棒だと思われなかったり、あまりにくっきり透けてるとどうせつけ乳首だろうと思ったり、まさかの直球ど真ん中を見逃す感じ。人はあまりに分かりやすいと逆に分からなくなる不思議な生き物なのです。でも私は見ました、あの子は見たまま悪です。誰が悪なんですか先生。彼女です。あら、三玉ちゃん。もう、先生ともあろう方が人を見かけで判断しちゃダメですよ。今時あんなわかりやすい悪がいるわけないじゃないですか。でも。最近は泥棒だってスーツ着てるんですから。はあ。うわ、悪そう。ね、でしょ。まあ確かに、まんま悪いわけありませんよね。ベレー帽の真ん中、虫眼鏡を持った探偵、寿司の折り詰めを持って、しかも郵便ポストに挨拶をする酔っ払い、今時そんなまんまな人はいませんものね。きっとさっきのは何かの見間違いだったんですね。ほら、やっぱり子犬と戯れる優しい子じゃないですか。悪い、本当に悪い、本当にこの子は悪いです。悪くないですよ、フーラさん。犬も歩けば棒に刺さる。彼女は刺さった棒を抜いてあげてただけですよ。何ですかそのことわざは。結構刺さるもんですよ犬。刺さるんですか。ええ、割と。そうですか、ならばきっとそうなんですね。だいたいあんなに目つきの悪い子が本当に悪いわけないじゃないですか。そんなわかりやすい話今どきないよね工藤くん。ああ、確かにそうかもしれないね。例えばとある山奥のペンションで起きた殺人事件、殺された被害者に恨みを持つ容疑者 A のカバンの中から血まみれの包丁が出てきた。さてこの事件の犯人は、A のわけがない。証拠が揃いすぎています。でしょ。あんな目つきの悪い子があんな悪さをするわけがない。ああ、どちらへ。あ、これは明日発売のアンソロ本、フラゲ、ラッキー。え、何これ。これは証拠過多ですね。証拠過多ですね。
私の尻尾コレクションが秋田名物のきりたんぽに証拠肩ですね。どうしたんですか、おとなしさん。まさかオールリセット。あれは携帯の取り扱い説明書。やっぱり証拠肩ですね。あら、どうしたの。おとなしさんが何者かに被害を受けたのです。ふーん、日頃の行いが悪いから良くないことが起きるのよ。これもいい薬ね。いけません。何をするんですか。それはこっちのセリフです。その棒で何をするつもりだったんですか。これは御霊さんが私がいい弁護士紹介してあげる。先生が人を見た目で判断するなんて。そうですね。私が間違ってました。彼女はそんなことをする子ではありませんよね。すいませんでした。ああ、待ってください。証拠が揃いすぎていますね。彼女が犯人なわけがないですね。こいつが俺を殴った。人を見かけで判断すると許しませんよ。犯人のはずがない。証拠が揃いすぎています。あんないかにも悪そうな子が本当に悪いわけないですから。私って好きなものに意地悪したくなるんです。マリア知ってるよ。ツンデレだね。だいぶ日本に馴染んだね、マタロウ。